田中先生も顔と同じ被んないの、大丈夫、新聞の誰にアクセスしてたって大丈夫、僕には分からないけど、定刻になりましたので、これから記者会見を始めさせていただきます。私一応司会役がいた方がいいだろうと思いまして、ただと思います。よろしくお願いします。それではですね、今日東京電力の調査説明による事故調査妨害に関する記者会見として、元国会事故調の委員である田中光彦さん、それから元国会事故調の協力調査員である弁護士の小泉さんにお越しいただいてますので、まずは今日どういった趣旨で記者会見を開くに至ったかということを田中さんと伊藤さんの方から申し上げます。その20分ぐらいまで説明させていただいて、その後、記者さんとの質疑応答ということにさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。田中と言います。元の国会事故調の委員を務めていました。それでですね、すでに新聞の報道もあるので、ご承知かと思いますけれども、詳しい内容、私たちが考えている内容についての話をですね、今日ここで、大体、私の15分で、こちらに伊藤さんに5分ぐらい配属を説明していただく、そのとおりの質問をいただけると思います。はい。それでですね、お配りしました資料で、書いた通りなんですけれども、一応絵を使ってですね、説明しようかと思います。あんまりその難しい話ではないんですが、あまり難しい話ではありませんが、一応1号の原子炉の建屋の外観ということを皆さんが見ますお示したい。でこれから出てくる一連 の映像写真類はですね、全て東京電力がホームページ上で公開している写真を使わせていただいています。そのことをちょっとはっきり申し上げておいて、で1号の原子炉の建屋の外観というのはこういうふうに今、これは爆発直後の原子炉の建屋でございます。1号機です。で、今飛んでいるところが、これは5階部分ですね、が飛んでしまっているということです。で現在はですね、それがこういうふうにカバーがかかった状態で、あるわけです。で実はこの2つの絵ですね、この直後の絵とこのカバーがかかった状態、これだけの違いで、こういう問題が発生したということです。で、もうちょっと詳しく絵を、これはよくある絵です。これは一般に公開されているもので、東京電力のものではございませんけれども、私たちが事故調査として後で詳しく
ご説明しますけれども、事故調としてですね、事故の原因調査なんかで、目をつけてた場所としてはですね、この、ここがこれが5階のフロアになりますけれども、まあ、ここにはちょっと書いてありませんけど、この4階ですね、4階部分のところに、目をつけていたということで、そこを調査したいということを思っておりました。でこれはですね、外国のものなんですが、外国の福島1号にそっくりな原発ですけれども、それのイラストですが、ここにですね、こうタンクがここに2つあります。ここが5階です。でここが吹き飛んでますね、今。これはこれは吹き飛んだって意味じゃなくて、こういう骨組みをしているというイラストですけれども、ここが丸裸になってますが、その下の4階にこの複水器というものがあって、それが2台、2機こう並んでおります。でこの辺にですね、この辺をどうしても見たいものがあったということです。後で詳しくご説明します。でそれを申し入れたということです。で、それでですね、これからはですね、すでにもう東京電力が、東京電力の場合は、東京電力の場合は、まあここも注目してたようですが、一応下からずっと入って1階、2階、3階、4階というふうに調査をしておりますので、4階だけではありませんけれども、それを、一昨年ですね、2011年の10月18日に東京電力が1号機の原子炉建屋の中に入ってですね、それで調査をしております。でそのビデオは一般に公開されております。でこれが10月の18日です。それで、こうやって、そのキャプチャーをしてきましたけれども、ここに出てる数字が東京電力が、公開している画像の0秒から始まって今7秒後にこういう画面が出ている、そういう意味です。で、これを見ていただくと分かるように、これで何が分かるかというと、ここに非常に明るい光が当たっていますね。で、影の部分も出てるけども、これはとても懐中電灯で照らしている絵ではないということをまずご理解ください。これもそうですね、こういうところに影が、上の斜め左あたりからこう影が刺していって、こういうところに影を落としているということで、これは4階に自然光が当たっていることを意味するように見えます。で一方こういう写真を見るとですね、これは自然光とは思えなくて、人工的な光をですね、ライトを当てて、それでその辺をこうやって調べているというふうに見ることができます。でこれはですね、爆発をした1号機の4階に光が差しているんですが、これは自然な穴ではなくて、爆発によって床が飛んでですね、それでこういうふうに、このこういうようなありさまになって穴が開いて、そこから自然光が漏れるというふうに見えます。でこれもそうです。でこういう一連の写真を公開しております。これは西ですね、西という、こっちが西の方向だということです。でこれもこれはですね、大物搬入口といってですね、まあ縦横5メートルぐらいの四角い穴が各床に開いています。各階の床に、それで、機材で大きいものを 運び入れたい時には、ここの穴を通してですね、1階で物を入れて、そしてうーっとの、5階にあるクレーンを使って上まで上げるということで、これを大物搬入口と言ってますけれども、大物搬入口から光が差しているところだと思われます。それで、これが事実だけです。で問題はですね、これをいつ撮ったかということですけども、ご記憶いただきたら、これが去年、一昨年の10月の18日であるということです。で東京電力がですね、私たちに対して協議をしたという説明がの部分はどこなのかということです。でそれはですね、国会事故調は、国会事故調はですね、ワーキンググループ1と2、3、最後には4というのもできましたけども、大半はその WG1、G2、G3 で、活動しておりました。で私はWG1 といって、物理的なですね、原因、社会的なのではなくて、その物理的な事故原因ですか、そういうものを、調査しようという、そういうグループの共同議長ですか、を
勤めていました。で、大体14、15人のグループからなるグループで、そういうものを自己調査していたわけで、それで、非常に気になったので、あそこの場所ですね、4階が気になったので、気になる理由は後でご説明いたしますが、3月の5日、またはというか、まあ、安堵かもしれませんけど、3月5日、6日ぐらいにかけてですね、1号機の原子炉建屋の4階を中心にですね、2台という申し入れをあらかじめしておりました。そうしましたら、これに対して東京電力はですね、2012年2月28日ですけれども、東京電力が、自身がですね、2011年10月18日に行った、さっきお見せした、現場調査ですね、の動画を、これ公開されております、を示しながらですね、約1時間にわたりですね、次のように説明しているということで、でその、説明してですね、調査を本当に実行するのかどうか、その日のうちにですね、判断する、まあ本当にやる気なのかどうかということをですね、判断を迫ったということです。まあ、迫ったというと恐ろしい感じがするけど、そういう、それほどの、強い、迫り方というか、脅しとかっていうことではないけど、結果的には脅しに、聞こえる、なくてないという、これは問題ですね。で、証明というのが、証明ではごめんなさい、それで、ここのですね、虚偽の部分っていうのがここで、このみかん色、橙色っぽくなっている部分が、これが虚偽の部分です。私たちに対して説明した虚偽です。で、まずですね、この時はというのは2011年の10月18日ですが、その時には原子炉建屋に天井にカバーがかかっていない、いなかったのから、さっきのように明るい映像が撮れている。で、だけど今というのは、翌年の2月28日のことですけれども、今は建屋にカバーがかかっているので真っ暗であると、それだから現場、非常に怖い、んだよということで、そういう話をいたしました。で、どんなことを言うかというとですね、真っ暗であるから21メートルの下にですね、1階まで、大物搬入口を開きっぱなしですから、そこからファーッと落っこってし、足元を踏み外して落っこってしまう可能性がある、それからですね、非常に暗いので、まあ、空間の失認っていうんですか、そういうような心理的なのありますよね。で、パニックを起こすかもしれないというようなことですね。だから東京電力は作業者が、まあ、東京電力としては作業をされる方の放射線被曝量っていうのを、管理していくわけでしょうから、その点ではですね、こういう無用な作業に関わってですね、被曝を増やしたくない。だから東京電力は一切協力しない。で、同行しない。ただし、建物の入り口まではご案内しました。そこから先は、事故場の人が勝手に入っていってやってくださいということを、こういうことは言っています。で、まあ、これは可能性としてはあるから、これは虚偽ではないというふうに思いますが、現場は4日前のところが、現場はですね、もうこの時実はカバーが入ってたということです。で、カバーが入ってて、この状態の中で調査が行われているんですね。にもかかわらずこの状態でやったから光が入ってたんだということを私たちに、虚偽の説明をしたわけです。で、こうなると真っ暗だよと。これは暗くてとても大変だから、私たちは非常に危ないですよと、非常に私たちはというか皆さん危ないですよということを、ルルー説明をされました。で、次はですね、私も一二度あるいは他の方も聞いてましたけれども、本当に照明が入ってないんだろうか、今そういうものをカバーをかけるわけですから、その時に照明ぐらいつけるんじゃないかというふうに普通は思えるんで、そのことを、尋ねています。そうすると、きっぱりとないと、電源が入って喪失した状態であるから電気がつかない、照明はないと。ところがですね、これは私が調べたのではなくて、取材の朝日新聞の記事なんですが、1個5万9000ルーメンの照明が10基使用できる状態で、もうその時はあったと。これは前年の10月の28日からこれが使える状態になった。だから私たちはそれより
5ヶ月ぐらい後の話ですから、もう十分使わせてもらえるという状態で証明があるんだと。それからカバーは光を通さないですかと、まあ、建屋にカバーがかかったらしょうがないとしても、それはある程度光を通すんじゃないかということだったら通しません、真っ暗ですというふうに、これも何 2,3 度尋ねます。で、ところが実際はこれも朝日新聞の記事に書かれているように透過率は 16% もあるということです。で、普通の作業ができるということです。で、そんなことで、これを事実はこうだったんだけど、こっちの説明を私たちは1時間にわたって、まあ非常に説明を受けた。で最終的に、今日中に判断してくれと、本当に行くのかどうか、今日返事をもらいたいということを迫られました。で、私はですね、これは後でご説明するような理由から、ここに自己調査をやらないで、は絶対ダメだと思ってたので、非常に落胆いたしました。やれるかと思って、で、まあ、しばらくそこで考えて、ただ、やっぱり同行してもらえないということになると、その暗い中でですね、そんなことが可能かどうかということを判断しなきゃいけないわけで、まあ、それはもう私自身だけじゃなくて、一緒に入っていただける何人かの方がの問題も私の責任になってくるし、そういうのをちょっと考えて、まあ、私の独断ですけれども、しばらく考えてから、非常に残念だけれども、真っ暗な、真っ暗ということを強調しています。もう一回最後に言ってます、真っ暗なんですね。で、証明がないということならばもうしょうがない、だけど無念だけれども残念だけども、じゃあ、諦めるということをそこで伝えました、東京大学ですね。で、ということです。で、なんでここに、こんなことをですね、こだわっていたかということですけど、まあ、これは東京電力はその現場調査に当たった作業員の話を聞いた上でですね、説明をしてくれてるんですよ、これ。で、虚偽説明にはそれなりの意図があったように感じるんですね。行かせたくないという、ここまでの嘘をついて私たちを行かせたくないということがですね、あったんじゃないかということを今は非常に強く思っています。で、まあ、東京電力が知ってること、あるいは知らないことも含めてですけれども、私たちが入ることによって何か変なものを引きずり出してくるということになるとですね、困るということもあって、そういうようなことを恐れて、自己調査妨害をあえてしたのではないかというふうに、思っています。で、1号機の原子炉建屋の4階の調査の必要性は何だったのかということをちょっとご説明します。まずですね、地震発生直後に、4階で突然、出水があります。量どのぐらいの量だったか、それからあったかいの水だったのか、蒸気だったのか、冷たい水だったのか、そういうことは一切分かっていません。ただ、この4階でですね、地震が来た時に電源板、仮設の電源板の足場を組んでるという、そういう作業者の方がいらっしゃって、その方がですね、が水だというその現場の一番偉い方の責任者の声を、その方は水の状態を見てます。で、まあ、その声を見て一目散にみんな逃げるということがありました。で、この事実はですね、私が自己調査に入る、自己調の委員に入る、まあ、はっきりは覚えていませんが、電話で受けたんですが、入る前に個人的に、私の方へその産業者の方から、情報提供がありました。で、だったので、それを自己調査に入ってすぐその方にお会いしてですね、それで、どこでどのぐらいのことが起きてたかという話を聞きました。それからその後、その現場の一番偉い方ですね、その方にも国会事故調の方にお呼びしてですね、それでお話を伺っていると。で、これは事実としてあるということです。出水ということですね。で、東京電力はこの時点ではおそらく気づいていません。なぜならば、このお二方をヒアリングをするまでですね、
東京電力というのは、東京電力にその最初の方はですね、逃げた時にその日に言ってるんだけどほとんど相手にされなかった、それは津波じゃないのとかなんとか言われたというそういう話なんですけれども、まあ、そんなことで相手にされなかったんですけども、まあ、あまりそれ以上深くはあれなんだけど、まあ、そういう問題がございます。で、あとですね、ですからそれ出水はあったんです。でその出水があったのと、私は全然別にですね、4階というものが非常用腹水器がありますが、この出水現場がですね、非常用腹水器と非常に近いんですね。でその場所は確定できないんですけども、近い、かなり近いところにありそうだということで、いろいろ図面を見たりしながらですね、その出水位置と配管の、IC 関係の配管の関係なんかをいろいろ調べましたけれども、特定できないです。で、ということで、これは関係が、ここから IC、ここを間違えないでいただきたいんですが、私は IC から、IC が破損、地震で破損してそこから出水したんだということを力説しているわけではなくて、この関係がわからないから、で、IC というのはその可能性が非常に、地震の時に非常におかしい運転をしています。地震から津波にかけてですね。で、その問題も含めて、この IC がやられていないかどうかということに関心があったので、これを見たいということで、協力調査員の方とワーキンググループ1でですね、みんなでここぜひ入ろうということで、それで東京電力に申し入れたということです。で、東京電力が行ったそのもう一つはですね、諸設備の、IC に関する諸設備に目視確認がありますで、東京電力は10月の18日にやった IC の調査結果をですね、発表してて、目視検査の結果 IC による IC に地震による破損はなかったっていう、そういうことを断言してます。で、これがですね、ほとんどもう火に水をかけるようにですね、 IC に対する、みんな一般的な疑いというのを見事に消しているところがあってですね、その一言で大体、IC はもう大丈夫だったんだという、そういうふうにほとんどの方が思われた、プロの方も、だけど現場に行っていないとそれはできないというふうに私はずっと思っててですね、で、これはどのぐらい、きちんとやってるかという目視確認ですね、今お見せしますけど、この間の天井板が落っこってる、あれも目視確認でずっとやったけど、もう目視確認で分かるなんていう時点は相当ですね、ひどい状態なんですが、だいたい似たようなことです。で、これですね、例えばこんなものが録画をずっとキャプテンで止めて見ていくとですね、こういうようなものが見えます。これは水素爆発で、保温がですね、保温が来るんで、必ず配管に保温がされています。で、それをケーシングで巻いています。で、これがこう外れていますね。だけどこれなんか一瞬見るとですね、配管が切れているようにも見えなくもないですよね。で、こういうところを念入りに見るわけではない、ただその念入りに見てると被曝をするので、被曝量もそんなに低くはないですから、さっさと行かなきゃいけないけど、懐中電灯でパーッと照らしていくだけです。で、これが典型的なものですね。こんな感じ で、これは目視確認という。で、こんな風なものもなんか危なそうなものも見えなくはないです。だけどこういうところはもう瞬間でスッと照らして通っていっちゃうということですね。これがICの、蒸気が水になって出てくるところの管、管ですけれども、これをこんなのはですね、どけてみないとどうなってるかわからないし、配管を包んでる状態でこういうのを見ていくだけですね。で、これが目視確認です。だから検査技術的には何の意味もないものです。だけどこういうことをやってやりました、それで目視確認の結果何もなかったという話で、話はほとんど消えていくという、そういうことを、一つの、これも録音の中に出てくる音、音声ですね、を拾って、見たものです。で、これ以上いけないですねとか、いけないとか、じゃあこの辺でもう行きませんねとか、配管はもう大丈夫そうだね、配管は大丈夫そうですね、この2人の方がこうやって話してるんですけど、で、ここに溜まっている水は何だろう、なんか水があるみたいですよね、それから目で分かんないですね、うん、分かんないですねとか、この辺のか、配管大丈夫ですかね、保温材が剥がれて落ちてますけど、配管はそんなでもなさそうですね、配管大丈夫だそうですね、配管は なんか向こう側は大丈夫ですね、この程度を、まあ、これはですね、
空間的なその特殊性とかですね、ということも含めて考えると、これ自体が、この検査結果は非常に問題があるけれども、じゃあこれ以上できるのかということになるとですね、ある程度ターゲットを決めていかないとですね、ダメかなという気もするので、非常に技術的には難しいことではあるけれども、質的にはこういうものが検査をしたという、これが目視検査だということです。私たちはこういうことは、含めてビデオを見てですね、もっといい検査をやりたいと思っていましたから、被曝の線量とかそういうものも教えていただきながらいろいろやろうという計画を立てていったところです。でこれでですね、問題が2つあるんですけども、今後についてですが、1つはですね、こういうふうに一応国会による東京電力の虚偽説明という、これをですね、これは国会事故調というものに対するやっぱり愚弄しているんだと思うんですね。でこれは、まあ、許されないことだというふうに私は思います。ですから、これをですね、きちんと国会事故調ですから、国会でですね、事実をきちんと確認していただくということが一つあるんだろうと思います。もう一つはですね、国会の主導でですね、まあ、国会の事故調がやろうとしたことができなかったわけですから、これをですね、もう一回早期に、再調査をしたいということです。で再調査というのは、まあ、入念にやる必要があると思うけども、そのビデオなんかを見ながらですね、できちんとしたものをやってですね、それで何らかの結論で、その上で ICU は配管がやられてないならやられてないで結構ですけどね、それで、そういう確認ですね。でやれそうではないところはできないから推測になりますけども、ここは、可能性を持っている空間です。ですから問題としてですね、問題になってた場所ですから、そこに全く立ち入られないということではなくて、ある程度可能性を持っている場所ですから、これはやるべきだというふうに思っております。で私たちは被曝をある程度確保いたしました。で、それなりの裏付けも持って被曝はある程度我慢しようということで、それではなくてですね、問題は暗いことで、暗いがために、高いところが落ちるとかですね、パニックになるとか、迷子になる、中で暗くて迷子になって光線領域に紛れ込んでしまう可能性があるとか、そういう暗さに基づく問題に関しては私は最終的にこれはいけないというふうに判断したということです。でところがその暗さが実はそうではなかった、照明までついてたということで非常に悔しいように思いました。まあ以上です。それでは元協力調査員の伊藤義則の方から、まあ、田中さんが大体お話しされましたので、私の方からはちょっと背景説明として、その東電の説明をした人と、それからその説明の場についてちょっと背景説明したいと思っております。特に東京電力の方はなんか朝日新聞の取材に対して、その担当者の、誤認であるとかですね、あるいは何らかの意図を持って虚偽の報告したわけじゃないなということを言っておるようですので、私たちはそんなことはありえないというふうに思ってますので、その、関係のことで説明をしたいと思っております。まずこの説明をした玉井さんという方ですけれども、この方は企画部部長という位置づけ、まあ、企画部長というのはものすごい偉くて、企画部部長というのはそんなに当然なんか偉くないみたいな話らしいんですけども、それはさておきましてですね、この方が国会事故調との関係、どういう役割だったかというと、国会事故調と東電が、まあ、いろんな資料の要求をしたり、どこどこを見せろとか、あるいは運転をヒアリングさせろとか、そういうやつは全部、国会事故調の事務局と、企画部がこう打ち合わせをして進めていったわけです。で、要するに国会事故調との関係でのこうそういった協議の窓口は全て企画部で、その企画部部長であった玉井さんという方でありまして、要するに一回の電波が来ている話ではないですね。でかつ国会事故調始まってからずっとあらゆる場、特に東京電力との場で東京電力に対するヒアリングをやれば、必ずその玉井さんがやってきて、そのヒアリングの司会をやったり、それこそこう説明者が個別の技術的な説明者がいなければ玉井さん自身が説明をするというようなことでですね、常にその、玉井さんがこう国会事故調との対応では、まあ、責任者であり、かつ、まあ、我々に会う場面では責任者であり、こうそういうことを続けてきた人なわけですね。でそういう方が、しかもこの場はどういう場であったかというと、3月の、まあ、6日確定だったかどうか前にちょっとはっきりしてないんですけど、3月の5、6にこう福島原発にこう現地調査に行くということが、まあ、
確定だったか候補だったかちょっとそこまでは覚えてませんけども、それを前提として2月の28日という、まあ、1週間前の段階で、私が確かその時聞いたのでは、事後庁事務局の方から、まあ、我々はさっき田中さんが言ったように1号機の子は原子炉建て4階をどうしても見たいということで申し入れをしている、東京電力はできれば5号機、6号、まあ、5号機をお見せしたいということを言っておるということで、そこで、まあ、事務局の方も一応協議をしておるんだけれどもということのまだそこが決まらない段階で、東京電力が、この2月28日の7時から、説明に来るというふうに言うので、現地調査に行く予定の公安の委員調査員は、そこに参加してほしいということを言われて行ったわけ。だからその場はまさにその、予定されておった福島第一原発の、現地調査について、その、どこを見るかということ の、交渉というか協議中の中で東京電力がそれについて説明をしたいと言ってきた場なわけですね。で今言ったようにそういう場にですね、東京電力の窓口の責任者の方が説明来られるときに、よく事実も確認もしないで、思い込みだとか個人の誤認、要するになんていうか説明する事実は当然東京電力の方はそこを具体的によく知ってる方に確認をしてくるはずで、さっきも言ったようにその玉井さんは毎回ヒアリングの場ではですね、技術担当説明者いないときはご本人自身が説明するから必ずだから担当者確認してきてるはずなんです事実は。それそういう方が来るのにたまたま、この時は勘違い、この時よく確認しないで勘違いやったとしたら国会事務長に対して当然説明したの全部こう極めて無責任に何も確認しないで来てるという話になってしまうわけで、我々はそんなことありえないと思っております。でしかもその説明の場で、玉井さんが一番最初に言ったこと、今日の説明の趣旨として言ったことがですね、皆さん要するに国会事務長さんの方が、1号機の原子炉建屋に入りたいと言っておるということですけれども、それがいかに大変かということを今日は説明に参りましたということがまず最初の説明です。でしかも その説明の中の冒頭がですね、このまずさっき言ったビデオを映し始めた上で、このビデオでは、明かりがさしておるように、4階に行けば明かりがさしておるように見えますけれども、この時は建屋カバーはなかったけれども、現在は建屋カバーがあるので、昼間でも真っ暗だということを、ご了解いただきたいというのが開口一番の話なわけですね。つまり彼が、その日一番言いたかったことがそれなわけですよ。でそれを準備してやってきてるのに、それをですね、なんかよく確認しないで誤認してきて、誤認してなんてことはおよそありえない。まさに彼はその時は我々が1号機の原子炉建て4階に入ることをなんとか断念させようと目的で説明をしに来たわけだし、その一番の材料がこの真っ暗建屋カバーができたから真っ暗って話だったんですね。それについてだから東京電力が今言っているらしい、まあ、私直接聞いたわけじゃありませんけども、朝日新聞の記事によるとそう言っているらしいですね。個人の誤認であるとかですね、あるいは何らかの意図があって虚偽の説明をしたわけではないなんてことはありえない。まさにそういう意図を持って我々を断念させるために説明をしている中の話ですので、東京電力コメントがそういう状況から考えてもありえないと私たちは思っていますということを補足しております。よろしいですか、させてください。これがですね、秘密の暴露っていうのはやっちゃいけないわけです、私たちはね。でそういうことに当たらないように注意はしてますし、で秘密ではないんですね。国会事故調の報告書の229ページに今言いましたような暗さの説明、それからそれをもって私たちは断念しましたということをきちんと書いております。でそれがですね、実は嘘だったということ、書いた報告書に書いた記述が間違っていたということです。だから、そういう間違いの記述を私たちに書かせているということで、これは非常に問題であるというふうに思っております。ありがとうございました。それでは質疑応答に行きたいと思いますが、挙手の上ですね、マスミの方ご所属とお名前を最初に言って、それから質問、質問はいくつもあると思うんですが、とりあえず1問ずつ、お願いいたしたいと思います。はい、じゃあ、こちらから、はい、どうぞ。フジテレビの加藤です。フジテレビの加藤です。再調査、先ほどちょっとお話しされたんですが、衆参の議長に対しての、再調査の申し入れということも含めて、今後の流れ、その意向も含めて、お話しいただけますでしょうか。
これはあくまで国会事故調の問題ということで、衆議院参議院の議長さんにこの問題をお知らせすることが重要、まず重要だろうということで、今日午前中に、ファックスで、それから、郵便でも送付いたしましたけれども、通知をいたしました。で、そこに皆さんにもお配りしてるんで、そこに書いてあると思うんですけれども、問題は大きく2つあります。1つは、国会が東京電力にそういう事実があったかどうか、この問題を確認をして、いただく。どうしてそんな虚偽をしたのかということも合わせてですね、国会の方で、きちんと、ヒアリングをしていただきたいということです。からもう一つは、これも非常に重要なことで、まあ、私たち自己調査員にとっては、まあ、今はそうではありませんけど、私のまあ個人的な感じで言えば、その自己調査ということに関して、出水に関して全く東京電力も政府事故調もですね、ほとんど関心を示していない。それから IC の現場というこの現場に入ろうとしていない。それから一方ですね、この IC の現場というのは多分その後何度か入っていっている可能性もあると思いますね。でこういうものって現場保存が非常に重要なんですよ。ですから早急にですね、国会の主導で、それで、グループを作って入るということを求めております。でそこに、私が入りたいと言ってるかということになると、入るかと聞かれたら、多分、健康状態が良ければ、もう僕も70歳になりますので、そう簡単に入れないかもしれないけども、体調が良ければ、ぜひ入りたいという強いところもありますけども、そういう具体的なことは、までは提案はしておりません。一応国会事故調の方で、国会の方で指導を取ってそういう調査をしていただきたい、そういう申し入れをしたと思います。調査の申し入れも、現場に入る調査の申し入れもしている。しております。ヒアリングとその調査、その2つが多い。そうです。それは別紙に、はい、別紙、鏡の方に、はい、1枚。ニコニコのアナウンです。よろしくお願いします。まあ、本当はいくつもあるんですが、まあ、一問だけということで、あえてですね、先生にお伺いしますが、まあ、今回のことが明確になる、あるいは明確にならないことで、最終的には何に対して影響があるかということをお伺いしたいんです。まあ、具体的には例えば、今原子力規制委員会がですね、作成している新安全基準とか、なんかそういった具体的な、今回のことが分からないと、どういうことに影響があるかということを知る。まあここはですね、一つ非常に重要な点は、1号機はですね、まあ、2号機3号機に比べて、非常に短時間で、水素爆発まで至っているという特徴がございます。でそれがですね、本当に津波だけの問題なのかという問題が一つあります。で、シミュレーションというものを、あれはあくまでも仮定条件を立てていくものであって、論理的な説明として非常にいろんな不整合な部分があります。現実とですね。だからあれで、一つ全部信じるわけにはいかない。で私はどっちかというと もっと現場主義で、できるだけのものは現場の状況というのを把握した上で、何かを結論を出さないといけないであろう。そうすると本当に津波だけだったのかどうかということです。で計算で追うんではなくて、私たちは不幸か事故調というのは計算機を持たないし、ソフトを持っていないので、現場をできるだけ見る、あるいは運転をされた方から話を聞くということに主眼を置いて、事故調査をしています。でそういう意味で言うと、事故調査の報告書に書いてあるようにですね、地震による損傷がなかったとは言えないということを明記しております。で特に1号機に関してそういうことを持っております。でその証拠というのはそれ書いてありますけれども、その物証といいますか、逃がし安全弁というのは非常に大きな音を立てるはずなんですけど、その音が聞こえてないという問題があります。でこれはですね、
どこかに配管に破損があった可能性を非常に示唆するものです。でこの問題はほとんど無視をされています。それから出水の事実とか IC の配管の問題の運転の仕方に大きな問題があったと認識していますけれども、これも問題なかった問題で、その地震との関係はないという話を言って、で、まあ、結果がそうであれなんであれですね、とにかく現場を見てみるということが阻害されたということを大きな問題と感じています。それで、これによって、しなかったらどうなるのかということになれば、それは、全て津波ですという話で話が片付いていく方法が、まあ強くなっていくかなと思います。だけど、現場を見てですね、まあ、どっちに転ぶか分かりませんけれども、それで全てが分かるということでもないかもしれないけど、保全をしてもらってそこを集中的に短時間で見るというようなことをすればですね、ある程度、地震の損害ということがあったかなという判断がつくんじゃないかなというふうに思っております。でもし地震の損害ということがあるとするとですね、津波以外の問題も要素として絡んできているということになりますので、これは、日本国中の耐震設計基準の問題に発展する可能性がある、そういうふうに思っています。いいです、どうでしょうか。じゃあ、三木氏のです。いただきたいんですが、この申し入れは国会事故調全体としての総意なのか、黒川清志元委員長か他のメンバーには、まあ、確認というか何か連絡というのはしたんでしょうか。もう国会事故調の委員会は7月の 6日に解散をしております。去年ですね。で、一個人に戻っておると、黒川委員長さんも黒川元委員長だから、この問題は私は元委員として個人として提起をしていくということです。ただ、全員ではありませんけれども、黒川委員長はには、ずっと前にですね、こういう問題があるということで、それをどういう形にかわからないけど問題にしたいと思っていますという話はお伝えはしてあります。で、その他の委員の方というのは、共同議長だった石橋先生にはこの話、こういう問題が発生しているということは伝えております。でもどういうふうに今日こういう記者会見をするとかですね、いつその申し入れるか、そういう具体的なことまではお話ししています。共同通信の池上です。調査を断念された最大の理由というのはその暗さということだと思うんですけれども、これこう事故調の、まあね、調査に入る人たちで明かりを持ち込むとかそういう選択肢はなかったんでしょうか。当然あります。だけど電源はないですから懐中電灯なわけですね。でそれは貸してくれるんでしょうねという話はしてます。まあ貸してもいいですよっていう、その手あまり積極的ではないですね。でだってここにこうやってつけてものすごいいるのとかですね、いろんなのもあると思うんだけど、中に入るとマスクもしなきゃいけないし、タイベックっていうのをやらなきゃいけない、相当息苦しいですよね。だからそういうようなことも考えて、どの程度のライトを持っていったらいいかとか、そういうこともまあわからない。私たちは照明なんかもそんなもの全部考えて貸してくれるとずっと思ったんだけど、そういう協力は提供、そういうものを提供するというようなお話はその1時間の中には一切ありませんでした。貸してもいいですよみたいな話はちょっと。先ほども少しだけ説明します。我々がこう例えば壊れているかもしれないと思って見てビデオ、まあ、当然ビデオと写真を撮るつもりでいますけれども、そのためにレベルのですね、こう蛍光の照明は当然こちらを持っていけると、さっき の東電の目視確認ビデオでもこう持っていってたように、我々も当然それは持っていくという大前提なんですよ。ただ問題はですね、こうその見つけ要するに
それはどうしてもこう、ね、光 の、 あの視野というかそれ当たる領域が狭いものですから、あの物を見つけたものを記録するレベルの明かりはあるとしても行動するという前提でですね、その、例えばあの同じ明かりを照らすにしても薄ぼんやりと先が見える中でこうあの明かりを照らすのか、真っ暗な中でこうあの明かりを照らすのかとの違いというのは、特にあの東京電力さんからもだいぶですね、さっき言われた大物搬入口というのが開いていて、そこは高さ21メートルありますとかですね、あの爆発現に爆発でこう5階の天井が抜けておるようにですね、こうあの要するに、図面上 の、 こうあの穴は結局その大物搬入口と、またあとなんかこう階段部分とかこうエレベーター部分とかそういうのがまあ穴になっているという話は聞いたけれども、さらに、爆発があったので、要するに前回こうあの彼ら一番慣れている人たちが行ったルートを外れた時に、そこに何があるか分かりませんよ。そこだって穴開いてるかもしれませんよ。それから瓦礫も積もって、どこに瓦礫が起こしているかも分かりません。要するに金属がこう鋭利な形でこう裂けておって手をついたら怪我しますよとか、要するにあれこれそんなことも言われた挙句に、要するにあの見るという観点ではまあ係を持ってきゃいいやというレベルだと思ったんですけど、その歩いていく過程の安全ですね、その観点でその薄ぼんやりと見えるならまだしもですね、こうあの真っ暗な中でこうあの手元の測り一本でこうあの、怪我せずに帰ってこれるか、さらに言えば下手すると命もなくすかもしれない、そんな話の中で の、 あの暗さの意味付けです。だからそれに関してはただ暗いということだけを言ったんじゃなくて、いろんなそういうなんていうか、今は図面とは全然違うなんかあちこちに予期せぬこう危ないところがありますよというお話も散々あの聞かされて、まあ、あのその上での話、あのつまりあれですよね、その電気を持ち込んだとしても建屋の中で行動するには限界があるって判断があったという、そういう、まあ、危険が伴うというか、そういう判断があったということでよろしい。これもしでも東電が道案内してれば行けたかもしれない。それ道案内をしてくれるというのはあのもう明るさがもらえる、それから、行った人がある程度慣れてる人がこう行ってくれれば穴から落ちることもないと、で同行者がない、それでしかも、道の場所が道がよくわからない、それから暗い、これはもう暗いに全て集約されるもの、明るければ一人でも行ってこいと言われればまああんまり行きたくはないけれど行けるわけですね。床に穴が開いてるなんていうのは見えない状態はいけない。これあの暗いから行けないということは明記してます、あの事故帳の229ページにそれで断念した。ちょっと他の人がいなければよろしいですか。じゃあ質問どうぞ。すいません、あのさっきの感じの質問なんですけど、ファックスでお送りだったのでお話だったんですけども、特に経産省だとかあの両議長から何か反応みたいな今のところあるんですか。ですね、反応っていうかあの私がですねちょっと午前中腹が痛くて、これと関係あるのかどうかわからないけど、お腹痛くなっちゃったもんだからちょっと横になってて、で携帯電話が非常にあの鳴ってですね、申し訳ないかったんですけど半日切っておりましたので、そういう意味で連絡があったかどうかわかりません。これもしこの後反応がなければですね、そのなんか次のアクションって何か検討されてるんですか。まだそこまでの具体的な検討はしておりませんけれども、あの国会がどういう意識を持ってくれるかということです。国会、私は国会の事故調が、まあ、愚弄された気がしますのでね、それは国会議員がその気持ちをどれだけ共有していただけるかということにかかると思いますけれども、まあ、何にもない場合にはあの少し何かしたいと。事実関係としてちょっといいですか、藤井の君と申しますけれども、その今後は、まあ、具体的にまだないということなんですけれども、国会のこれ国政調査権の妨害みたいなことになると、多分その罰則とかあったような気もするんですが、それをこう何らかの形で訴えていくというようなことはないでしょうか。
考えて、国会事故調のですね、担当者を騙して、国会事故調の重要な業務、かなり中心的な業務である事故調査というのを妨害したということですから、まあ、弁護士の感覚として言えば、刑法の偽計業務と妨害罪に当たるというふうに考えられます。ただ、我々の方の、なんていうか、プライオリティとしては、まあ、そういう個人の責任を追及することよりは、どっちかというと、まず事実を明らかにしたいと、再調査の方をまず優先して考えたいということですので、今のところそう考えているということです。確認なんですけど、その個人の責任より、まあ、事実というのは分かるんですけれども、その個人の責任になるものかどうかというのも実際には調査しないと、これも要するに玉井さんが個人にそう言ったのか、組織としてそう言わせたのか分からないわけですけれども、その辺は確認というのはあるんでしょうか。それについては、まあ、ちょっと検討したいというふうに思っておりますけれども、まず現時点はこう、まずは再調査の要求の方に力を尽くしていきたいというふうに思っているということです。よろしいですか。他にどうぞ。ちょっとまだ、ね、はい、東京新聞の清水です。先ほど、東電の説明に対して、意図的ではないというのはありえない、何らかの意図があったんじゃないかということなんです。その意図っていうの可能性はどんなことが考えられるんでしょうか。どうしてその、調査を断念させたのかっていう、その可能性理由ですか。それは推測するしかないわけですけども、我々としてはもうはっきりとその1号機の原子炉建屋4階を見たいということを強く申し入れをしておって、それに対して、それがいかに大変かということを説明に来たということで、断念させることを、そういう今回分かったようにこう嘘のことを言ってまで、止めたかったということですので、我々としてはその1号機の原子炉建屋の4階に少なくともその時点では国会事故調を見せたくない何かがあるというふうに当然考えておったとしか考えられないですね。抽象的にはそういう言い方になります。ただ我々の方はさっき言いました、田中さんの方、田中さんがさっき言いましたように、もともと田中さんが非常複数駅の IC 配管について何かあったんじゃないかということをもともと指摘をしており、それから東京電力はその時点で知っておったかどうかについては断言はできませんけれども、我々の方では一応原子炉建屋4階で地震直後に出水があったという目撃証言を把握しておって、かつその人は一応その後すぐに東電に言ったとは言っておるので、東電が把握していたかもしれないということがあります。そういうことからするとやはり、そういったそれに関する話、1号機の原子炉建屋4階で、地震によって配管か何かが損傷した恐れがあるということを我々は関心を持っているわけで、それを止めたい東電はそれに類する事実を、考えておったんじゃないかなと、これは推測するしかないです。ちょっと今のもう一つ、これは細かいことですけども、これも公開されたビデオの中で音声をよく注意して聞いていると言っていることですが、5階の床が抜けて光が差しているところがございますね。あそこを見てですね、この前よりも下がってるねっていうことで、崩れてるねっていうことを言ってるんですよ。ということはこの前っていうのはね、もう一回入ってるはずなんですね。だけど私たちへの説明はあれが最初だということを言ってるんですね。ですから事前調査ということがあったということを伺わせる会話が一瞬ありました。で、そんなことも考えるとこちらも少し疑心暗鬼になるというところがあります。NHK の横川と申します。先ほども別の質問の中で、その行かなかった最大の要因というのがクラスターに集約されるというのを答えいただいているので、ほぼそれで答えていただいているんですから、全て念のため確認したいんですけども、当然その現場の線量とか他にもいろいろと要因があって、東電の社員に無駄な被爆、無用な被爆をさせたくない等のいろんな理由がある中で、やはり暗くなければ、そういったことを考慮に入れてもいい結果と、つまり最大の集約されるのはクラスターであるというふうに捉えていいのかというのが一つで、これに関連するんですけども、ある程度その被爆は確保していたというのは、例えばどれぐらいの線量を被爆することを確保されていたのか、実際
あの資料を調べてみると、あの調査大体5ミリから10ミリぐらい の, あの作業が被曝されているようなので、まあ、実際に行くときにどれぐらいの音をまず想像されているか。ですね、当然被曝は怖いです。だけど事実としてあの東京電力のこうでやったということがあって、まあ、それはあのこういうビデオでも出てますけれども、あの10キロもあるんだそうですけど、それをこうやって、測りながらやるんですね。で今何ミリとか何ミリってその録画の中でちゃんと喋ってるから聞こえます。でそれを見るとやっぱり例えば高いところだと70ミリシーベルトとかですね、そういう1時間あたりですね、そういうのが出てるわけです。だからそこに1時間ぐらいいたりするとそのぐらい浴びるなということがあります。でそれで、ところが変なところ迷うとですね、それこそ単位が10倍上がっちゃう可能性もあったりするようなところがあるようですね。だからそういうところに紛れ込んだりするっていうのはそれは暗さの中であり得るわけで、である程度ここはいくら、あそこはどのぐらいっていうそういう数値が発表されてますので、それを見るとうまくコースを取ればですね、まあ例えば15分とか20分ターゲット決めて集中的に見るということで、被爆というのは、まあ、そんなに浴びないで帰ってこられるのではないかということで、でもそれはやっぱり相当な被爆はするという感じなんですね。その覚悟はありました。明確な数字を上げて石一致まではしてなかったので、多分あの場にいた 人もそれぞれで心の中で思っている数字は違ったかとは思います。私個人に関して言えば、大体目検討でその東電が行ったやつと比較で、まあ、多分あの3倍、要するに時間的に見てもあれ12分ぐらいですので、我々は多分3倍ぐらいの時間は大抵取るだろうと思っておったので、まあ、大体30ぐらいで、まあ、ただそれは行く場所がずれていけば変わるし、それから何か見つけたらやっぱりどうしても滞在時間がなくなるので、まあ、50までは覚悟かなというぐらいに私は思ってました。毎日新聞の岡田と申します。先ほど東電が、今日中に判断をしてくれというふうに迫ったというふうにおっしゃってましたけども、それは迫ったっていうのはどういうような言葉で、なぜその教授に決めなければいけなかったのかっていうのは何か説明はありましたでしょうか。もう3月5日6日だから時期が迫っているということが一つ大きいと思いますね。でということですだと思います。で迫った時のその五感ですか。五感、ただ調査をするのはあくまで国会事故調であって、なぜ東電がそんなことを言ってくるのかなと思ってですね、なぜ今日中に決めなければいけないっていう、まあ、だから計画が東電が言ってるのかっていうことなんですね。それは間違いですよね。そんなことは言うあれはないと思うけれども、やっぱりでも計画的に3月の5日6日に やりましょうということで、もう1週間もないんで、服装の問題とかそういう長靴の注文をしなきゃいけないとかいろいろあるんですね。だからそういうこともあって、ということかなという気はしますが、僕にはその辺ちょっと分かりません。理由の説明はありませんでした。で話の流れとしては、そういうことをいろいろ聞かされて、田中さんがちょっとですね、ちょっと考えさせてくれという趣旨のことを言ったのに、玉井さんの方がほとんど間髪を入れずにこう、いや、今日決めてください、まあ、こういう言い方です。それ以上になぜという説明とかもなかったですし、まあ、それさらにそれを何度も言い続けるということもなかったと思います。それは、やっぱり今日決めないといけないというのは、その国会事故調側でも了承したというか仕方なかったということなんですか。田中さんの内心だと田中さんに聞いていただくことになりますけれども、ですね、
だそれもだからどこまで事実かというのは私らは分かりません。要するに現地調査 の, こうあの日程調整をする過程で東京電力側でもいろんなこうあの作業の日程だとかそんなことから こ, うあのこの範囲にしてくれという話がまず来ます。それから国会事故調側でもメンバー の, こうあの日程調整の絡みがありますので、そんなにですねこうあのたくさんの候補が出せる状況の中で確かに、まあ、もちろんその、まあ、今回3月の頭は断念して3月中旬に行くか下旬に行くかって話に伸ばせばそれはそれでいいという話になるのかもしれませんけども、まあ、そうもともと事務局が日程調整苦労しているという頭がいうことがあって、まあ、ほぼ大体3月5日6日で行けるねって話のところでやっているということが頭にあったことは事実ですが、あと田中さんの内心はと、あの今その頃なんです、僕はそれが考えさせてくれないということでちょっと、戸惑ったけれども、やっぱりあのきちんとその時のことを思い出すことはできないけれども、まあ責任者だったということですね。で、スケジューリングというのはものすごく大変です。でこれはあの、資料の方に書いてあるようにですね、その頃はもう3月5日6日に第1工場を第2工場を3月5日、第1工場を3月6日ということで、ワーキンググループ1だけではなく、ワーキンググループ1、2、3の方もいたかもしれないけど、そういう、もはやその、私たちだけのものではなくてですね、それで固まりつつあって、で今言ったようにスケジューリングを知っ て, て東京電力も受け入れる側としては相当、それなりの、体制を整えなきゃいけないですから、あの視察に行くということになるですから、まあその辺をですね私が多分配慮していると思います。だからそんなにここで頑張ってですね乱して全体の工程をぐちゃぐちゃにするということはできないんじゃないかというそういう危機感は多分あったと思います。よろしいですか。まだ日本テレビの小林と申します。その断念した理由である暗さについてなんですけれども、東電は、今日の時点でもご取材に対して、暗さについては暗かったと、実際にその危険性とか被爆とかがれきとかそういったこともあるけれども、暗いということについてもその真っ暗だ、一筋も入ってないかどうかは別にして、実際に作業ができるほどの明るさはなかったと。で、照明が取り付けられていたけれども、あれは実際には4階部分は照らしていないので、光は入らないと。つまりその暗さの部分で、実際に暗かったんだと。今後調査を申し入れられたとしても、同様に答える可能性が高いと。やっぱり暗くて無理だということ。答える可能性もあるというふうに言ってるんですけれども、つまりその暗さの部分については認めていないといいますか、あくまでその日付、提出したその動画の日付に誤認があったという部分のみを認めているんですが、この点についてはいかがでしょうか。今 の, そういうことがですね、今お見せした映像でですね、そういうふうに思われます。電気もつくんです。で必要だったら電気もつけられるし、電気をつけないでもあれだけの光が入ってきてるんですよ。それで今度でも同じ答えをするというふうに思いますか。じゃあこの人たちはこういうところはどうやって見てるんですか。これちゃんと出てるじゃないですか、光が。だからこれは我々だけが持っているものではなくて、東京電力が公開しているものは明るいじゃないですか。西っていう字ははっきり遠方からも見えるし、これなんかもう穴が開いちゃってるからこうやって光が漏れてきてます。でこういうところを見たいんですよ、私たち。でさらにここにですね、今日の朝日新聞の表現を借りると、プリウス40台分の光が5階で一斉につくとなれば、さらにこれに光が増してきます。だから開口部、その他に階段の開口部だとか主な搬入口、それからこういうところがあります。でここから漏れてくる光がですね真っ暗だという話になりますか。これならないじゃないですか。
我々は例えば行く4階がですね、高校と照らされていることが必要というふうに全然考えてないわけですよ。まさに東電が公開している、2011年10月18日の、ビデオレベル、あの程度の明るさって、さっき言ったように薄ぼんやりと明るい中でこう明かりを持っていけるならば別にそれほど危険じゃないだろうという判断がもともとあったわけです。で、それに対してところが今は縦やカバーをつけたからあのレベルの明るさじゃなくて真っ暗ですというふうに言われたからいけないねという話になったわけで、公開しているビデオレベルの明るさ、要するに別に4階がこう高校と明るいというわけじゃなくてもですね、要するに4階の開口部からこう光が差し込んで、少なくとも直接当たるところは明るいし、それからそうでないところも薄ぼんやりとは見えるというレベルの明るさがあれば、もともと行くつもりだったわけですね。で、これ東京電力がですね、去年の8月8日に撮影した写真というのは、これも東京電力のサイトで公開されております。去年の8月8日で検索すれば出てきます。で、東京電力はおそらく我々国会事故所は7月6日に解散をして、その後8月6日になって初めてこの、4階の写真を撮って公開したのは偶然だとおっしゃるんでしょうけれども、我々からすればこう我々がいなくなってからここは実はやっぱり明るいのよという写真をその頃に公開したということになると思いますが、これはだから縦やカバーができた後のもちろんさらに国会事故庁の話が終わっ、さっきの、説明も終わり、国会事故庁も解散した後の、去年8月8日に撮った写真の、4階の明るさはこれです。で、これは結局こうさっき言ってるその2011年10月18日のビデオとまあ大体同じ明るさ、要するに結局縦やカバー、どっちも縦やカバーがついた後の昼間撮ればこんなもんなんですよ。要するにで我々はさっき言ってこのレベルの明るさがあればよかったのに、東京電力からこのレベルの明るさもない、昼間でも真っ暗ですよというふうに言われたということを問題にしていくわけです。で、なんかそのあたりのだから、これ8月の時は私ちょっと8月すぐには見つけられませんでしたけども、さらに10月になってですね、東京電力が5階のフロアの写真もこうあそっちあります、これそれですね、これは10月の去年10月24日だったかと思いますけども、これを公開しているのを見つけて、なんだこれはとまずびっくりしたわけです。この5階を特にこの写真ですね、これ縦やカバーがついてて本当に素通して昼間の傘なんですよ。これでこれを見てこの嘘つきと思ったのは、この今回の話の流れの始まりということになるわけです。で、東京電力はさっき言ったようにこう何らかの意図があってやったわけないというふうにおっしゃってるんだけども、我々事故庁が解散するまではこんな写真一切公開しなかったくせにというこのを含めてですね、我々はいろんな意図を疑っておるということであります。これなんかそうですね、真下からずっと見えてる、これは大物搬入口を照らしているところですけれども、バルーンを上げてくるんですけどね。で、これ今申しましたように、伊藤さんがおっしゃったように話はここから始まったんです。で、私たちはもう暗くて入れないということをずっと言われたので、それを信じきっていた。で、7月6日に解散をして、で、入れなかったなということをずっと思いがあったわけです。そして、時々見てるんですけど、伊藤さんはかなり頻繁に見ておられて、でその中でこれが出て、明るいじゃないかっていう話になってですね、それで、多田野さんもとか何人かの方とですね、集まってですね、これは一体どうなっておるんだろうということで、嘘つきなのかどうかということで検証を私たちが始めたということで、万が一間違っちゃいけないということでですね、非常に時間をかけました。それでここまで準備をかけたということです。で、私たちがそれをこのことに気づいたのは、11月の末頃からです。だから12月お正月になる前までには何か、これを問題にしようと思ったけど、万一間違えてるかもしれないということで、いろいろ慎重にですね、関連する文章を調べながらですね、しました。で、たまたまその時に出会った朝日の新聞記者の方がですね、独自にまた調査をされて、負荷が実は 16% の透過率を持つとか、照明が10基も入っているというような話とかですね、そういう話を聞いて、これはもう完全に間違いがないということを思った、そういうことです。で、今おっしゃったようにですね、同じ説明をこれからもするというようなことはとんでもない、それはもうとんでもない話です。
だって電気がないと言ったんですよ。照明がないと言って真っ暗です。パニックを起こすほど暗いです。これをもう一回するんですか。ありえない。まだ手が上がったちょっと2問目はちょっと面白いですね。なんで1問すいません、読売新聞の申しています。ちょっと確認だけで、2月28日に、東電から説明があったというお話だったんですけれども、その前に、調査に行くっていうお話だったというふうにその、とは思うんですけれども、ちょっと聞き話したらすみません。いつ頃その3月に入りますよという要請をしたのかというのと、それから、明かり暗さの話っていうのは一切なくて、2月28日にポンと東電から説明があったのか、そういうことをちょっと確認。その点は、思い出すことができません。だからはっきり、いつ、申し入れたということ で私が東京電力に直に見たいというふうには言わないんですよ。必ず統括に事務局の統括の方に我々はこういう意思を持っているということを伝える。で、私自身はもう12月8日になった時からここへ入りたくてしょうがなかったという個人的な思いがあります。で、委員会が発足したので、このことは常に他のこともいろいろ考えたいはいたけれども、このこともかなり頭の中にあったわけですね。で、それからワーキンググループ1というのはさっきご説明したようにこういう問題についていろいろ調べるグループでしたので、ワーキンググループ1の仕事というのはどういうふうになっているかというと、ヒアリングをしに行ったり現場を見に行ったりということが主になっています。それで最後にみんなで、報告書を書くというそういう作業ですね。それで、時にはヒアリングに出て 東京電力の運転の話を聞く、で帰ってきてから作戦を練るというそういうことです。でその時に必ず統括の事務方の人が事務局の方が一緒にいつもいます。ですからそういう会議というものを定例ミーティングをやって、その中でこう話をする。で、記者の質問は、2月28日の前に申し上げました。だからごめんなさい、話がない。それでそういう中で、やりたいという意向を伝えていくと、それを吸い上げてで東京電力の方に話をするということです。メモを見てると、だいたい2月の2日ぐらいには、東京電力の視察に関して統括の方へ話をしているような感じがあります。もちろんそれでその暗さについては2月28日に始めたりだとか、暗さについてですか、の認識ですか。それは初めてです。さっきも言ったようにですね、2月28日に東電が説明に来て、説明の開口一番こう真っ暗と言われてみんなびっくりしたというのがこう素直なところ。さっき言ったようにあらかじめ当然の公開してビデオを見てて、まあ、これぐらいならいけるねと思ったのが、ところがあの時は明るかったけど今は真っ暗って言われたんで、というふうにみんなびっくりしたということです。田中さんとか伊藤さん側から明るさを問いかけたんじゃなくて、当然の中でいきなり明るさのことを言われた。そうです。だからこちらが問いかけてよく調べてないままにこうつい答えてしまったっていうならうっかり感あるかもしれません。さっきも言ったように向こうが用意してきて開口一番言ったのがそれです。すみません、2問目、ニコニコ動画のようです。よろしくお願いします。例えばですね、先ほどお話ありましたけども、東電からですね、国会事故調も当時見ていない写真が、先日2800枚以上も公開されているということがありまして、そうしたことは非常にあるということで、でですね、ちょっと確認なんですけど、現状ですね、やはり重要なのは、東電に現場保存をする義務は多分ないと思うんですが、一刻も早く現場の保存がともかく必要だと思うんですけれども、もう先ほど田中先生から国会を愚弄する話だと、で今回要望書も伊吹さん平田さんに加えまして経産大臣 の茂木さんに当てております。こうした意味で政権への期待をですね、期待ですね、その現場保存、この機会なんでぜひお話しいただけますか。要するに現場保存、今後の調査に関する現政権の期待。はい、大体こういう事故って現場保存をしてもらわないと調査が進まない。で、一つは格納容器の中に入れないという問題がある。そういう物理的なところは現場保存も永久にされるんですが、
その周りの問題に関して言うと、できないですよね。でそうするとこの間は例えば床を穴を開けたらパイプが知らないパイプが出てきたみたいな、そういう話がポンと出てくる。でこれは国は何にも関わってないんですね。でこういうふうにしてどん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 改ざんというか、されていく、そうすると都合の悪いものは滅却しちゃう可能性もある。だから本当にこれね、現場保存って重要なんですね。だから、それはやってもらいたいということで、そのお願いはですね、別途やっていきたいと思っておるのと、昨日フォローアップ委員会というのがございました。それの委員もしてて、その中でも畑村先生もおっしゃってたし、僕も現場保存の重要性ということを説いておりますので、規制庁とか議員さんとかそういうことでできるだけその力を貸してもらいたいということを、できるだけ訴えていきたいと思っております。よろしいでしょうか。じゃあ、ごめんなさい、時間オーバーしてしまいましたので、これで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。